よいしょ、よいしょ。これって配信開始にしなくてよかったんだっけ？始まってんだっけ？これで開始押さないとダメだよね、多分ね。よいしょ。自動延長オンね。はいはい、オッケーオッケー。よいしょ。さあ、じゃあってことでやっていきましょうね。今夜もね、よろしくお願いいたしますよ、皆さん。さて、ツイートできてんのかな、こっち来れてんのかな。わこつん、どもどもいらっしゃい。さあ、昨日はちょっとね、ニコキャス使っていろいろ遊んでましたけどもね、やっぱりペンギンがいいなってことで、はい、アデリーペンギンに戻ってきましたよ。でもね、やっぱね、美少女になって、他の人に触られるっていう感覚ね、ちょっとドキッとする。あの、美少女になりたいっていう人の感覚が少し分かったね、あの昨日の放送でね。面白いよ、あれ。新鮮ですよ、しかもね。まあ皆さん昨日来てくださった方は分かると思うけどね、あの昨日はニコキャストっつって、だったっけ、ニコキャストだっけ、ニコキャストっつってね、それでバーチャル空間でね配信してみたんですけどもね、他のリスナーさんとかね、他の生主の人とかがね、とつってくるんですよね。でとつってきて、そこでお話ししたりとかね、胸触らせたりとかね、いろいろできるんですけどもね、あれはね、よかった、とてもよかった。ね、途中で猫マスさん来たりとかしてね、びっくりしましたけどもね。さあ、ということで、そう、あとカイト君も来ましたね。まあそうやってなんかね、バーチャルのね、いろんな人たちとのね、壁を取っ払ってくれるミムさんっていうおっさんはね、すごい、おっさんだなと思いますけどもね。はい。やっぱ技術持ったおっさんって素晴らしいです。はい。まあ、でもなんかね、自分が巨乳美少女になるっていう感覚はすごいですよ。まあね、多分一生のうちに一回もなれないと思うんで、美少女の、巨乳の美少女っていうのはね。はい。さあ、まあ、アデリーペンギンぐらいはね、一回ぐらいみんななった方がいいと思いますけどね。はい。さて、和骨ダンボです。はい。ということでね、今夜は、ちょっと待って、なんか出てるな。これは消しておこう。これボタン押し間違えるとな、これ自体が落ちちゃうからな、怖いな。よいしょ。さて、ということで、はい、今夜は、なんだっけ、あ、そうそう、まず、講座です、講義です。皇帝ペンギン頑張るという、タイトルですね。まあまあ本当に小学5年生が聞けるようなね、講義を、講座をしていこうと思いますので、今パソコンの前やスマホの前に子供を座らせているお父さんお母さん、消した方がいいです。はい、消しましょう。子供を寝かせましょう。はい、ブラウザバックこちらです。はい、ブラウザバックの戻るボタンこちらです。はい、落としてください。さあ、ということで、さあやっていきましょうけどね。はい、まあ、まず皇帝ペンギンのお話ししましょうね。まず皇帝ペンギン、お名前にね、皇帝ってありますけどもね、よくね、動物の写真を送ってくださる方ね、キングペンギンとか送ってきてもらうんですけどね、キングペンギンと皇帝ペンギン、なんでこんな壮大な名前がついてるのか、アデリーペンギンになんで皇帝とかね、つけなかったのかってね。まあ、まずキングペンギンな、皇帝ペンギンとすごく、姿形が似てるんですけどもね、まあ大体身長9、どれぐらいかな、アデリーが60センチとかで、皇帝ペンギンじゃん、キングペンギンは90センチぐらいあるんですね。まあでかいんですよ、でかいペンギンなんですよ。ね。ほんで、一番最初に見つけた人が、うわー、でっけえペンギンおるやんけっつって。じゃあ、こいつ、今までに見た中で一番でかいペンギンやけん、キング。でかい王様のキングペンギンって名付けよーっつって、キングペンギンってね、名付けたんですけどね。でもそれから南極なんかにね、行っちゃったりして、グーグーグーって南の方に行くとね、こういう、
大陸、南極の大陸で、なんともっとでかいペンギンがいたって、うわーすげえこいつー、この間見つけたキングペンギンよりめっちゃでかいやんけーつって、まあ大体ね、あの皇帝ペンギンで110センチ120センチぐらいあるんですけどね。で、うわーっていうことはもうこれキングってさっきじゃない、この間名前つけちゃったからどうしようかなと思って、じゃあこいつはキング以上の皇帝ペンギンにしようっつってね、あの皇帝ペンギンになったんですけど、まあそれで今名前が皇帝ペンギンっていうのね、モフモフも触ったことないんだよね、触ってみたいですけどね、まあ皇帝ペンギンね、これ名前つけていいんだけどさ、今後さ、もしだよ、もしもっと南極の方に行ってさ、なんか穴が開いてるからなんだろうと思って掘り返してみたらさ、よっつって2メートルぐらいのさ皇帝ペンギンみたいなやつが出てきたらどうすんだろうね、そいつになんて名前つけるんだろうね。もうあれだよ、キングと皇帝の枠は埋まってますから、何にすんだろうね、ゴッドペンギンいいよねゴッドペンギンとかいいかもしれん、ジャイアントペンギン、ジャイアントペンギンはね、あれだよね、絶滅しちゃったやつに いるんじゃなかったっけ、なんだっけ、あれなんだっけ、ジャイアントだっけ、ジャイアントだっけ、あれ忘れちゃった、まあでもね昔いたらしいですけどね、女の人、人間の女の人と同じぐらいの身長のペンギンは昔いたらしいですけどね、会ってみたよね、すごい会ってみたよね、なんで絶滅させるしちゃったんだろうねって感じしますけどね。さあまあ、ゴッドペンギンなゴッドフィンガーとかやってきそうだなあとファイナルゴッドマーズとかやってね、やってきそうだ、誰がわかるんだよな、そういうネタはな、多分スパロボファンの一部の人にしかわからないと思いますけどね。独身合体ゴッドマーズで知ってるまあ、昔の腐女子の人にめちゃくちゃ人気だった独身合体ゴッドマーズっていうね、ロボットアニメがあったんですけどね。まあ、主人公じゃなくてね、なんだっけ、双子のお兄ちゃんだっけな、双子のお兄ちゃんのマーグっていうねキャラクターがすごい人気で、自習予告マーグ死ぬみたいなね、回があったんですけどね、もうそれを聞いた瞬間に腐女子の皆さんがワキャなっちゃってね、マーグ様を殺さないでっていう嘆願書の山が会社にドーンって来たっていう、そういうアニメがあるんですけどね。あと嘆願書プラスカミソリが一つ来たっていう話ですけどね。殺しましたよ。殺しました。普通に殺しました。はい。まあそんなね、別に抗議文とかね、嘆願書とか書かれたって、ストーリー変えるわけにいかないですからね。別にそんな話聞く必要ないし、殺しますよ。はい。皇帝ペンギンの話。はい。皇帝ペンギンなんですけども、まあ、やっぱり僕も前に言いましたけど、優しさを具現化して塊にしたら皇帝ペンギンの形になるっていう言いましたけども、まあ何かっていう、なんでそういうことを言うかというと、やっぱり子育てがすごい、子育てに対する執着心っていうのはすごいんですよね。まあ僕の中知ってる中でおそらく一番人間の住める世界から遠い場所で、子育てをしてる生き物だと僕思ってますけど、ていうか多分そうだと思うんですけど、まあマイナス40度50度、下手したら60度ぐらいまで行く、南極の冬に、子供を産みますね。はい。で子供を産ん、卵を産んで、まあまず子育ての話をしましょうね。お母さんがまず卵を産んで、その卵をお父さんに渡して、お母さんは、海に出かけちゃうんですよね。なんでかっていうと餌取らないといけないから。はい。で餌取って生まれてきた子供に、餌をあげないといけない、まあ夫婦、共同作業なんですね、やっぱり、ペンギンにとって子育てっていうのはね。で、お父さんが温めてるんですね、卵で、そのうちに孵化して、生まれるんですけども、その生まれる時期が一番、南極の中で寒い冬です。はい。マイナス40度、50度、60度までいきますね。はい。で、そう、スパイカメラのね、ペンギンのやつ見ました。はい。子育て、ね、見ました？ね、ぜひ見てください。そう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 。もうそろそろね、15日ぐらい経っちゃうと思うんで、忘れずに解約してくださいね。アマゾンにお金儲けをさせる義理はありません、私。1円ももらってませんからね。バーチャル YouTuber なんてね、
そんなあの金儲けできるような、配信じゃないので、はい、1円ぐらいくれてもいいんだけどね、ですね。そうそう。で、どこまで話したっけ？そう、お父さん一生懸命温めてるんですね。はい。で、まあ、本当に一番寒い中、で、しかも温めてる時間、期間、3ヶ月ですよ。3ヶ月。3ヶ月間、3ヶ月間海に行けませんからね。飲まず食わずで3ヶ月間、子供を温め続けます。で、戻ってくるよね、子供。あ、お母さんがね、3ヶ月後に。で、その時にヒナが生きてればね、それで交代ですよ。で、お母さん初めてね、ヒナを見てね、わあ、かわいいって。じゃあ、お父さん、私に、この子をね、預かるからね、ちょうだいって言うんだけど、お父さんどうするかって言うと、嫌だって、必死に子供渡さないんだよね。母親の方に渡さずにこうやって隠すんだよね。で、だって、お父さんあれだよ、3ヶ月間飯食っていないし、もうほとんど死にそうな餓死寸前ぐらいの体になってんだよ。もうブックブックに太ってんのか、ガリガリに痩せてんだよ。だけどもう子供かわいすぎるから、渡さないの。お母さん来て渡さない。まあ、どっちにしろ渡さないと子供も自分も死んじゃうんで渡すんですけど、最終的に。渡しますよ。でもまあ、やっぱそれぐらい可愛いんですよね、自分のヒナっていうのはね。で、僕はペンギンだけど、君たち、ね、人間から見て、皇帝ペンギンのヒナってめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。あのヒナを3ヶ月間自分の手で、命がけで育てたっていうんだから、まあ、そりゃ可愛いよね。うん、手渡した、もう渡したくないぐらい可愛いよね。それ当たり前だわな。そう。で、結局、まあ渡して、さあ、海に行こうかなって、ね、出かけようとするんだけど、でもまあ、もう一回ヒナの方見て、じーっと見て、よし、諦めたっつって、そのまままた行くんですよね。なんかそんな感じなんですけど、まあ、ペンギン、まあそれぐらい子育てが大好きっていうか、まあ子育てをする欲求がすごいんですよね。まあその子育てをする欲求の前にまずやらなきゃいけないのはセックスなわけですよ。はい、セックスです。はい。まあ人間はね、ペニスがありますから、おちんちんをね、女性器の方に、挿入するっていうね、簡単な、とても簡単なお仕事なんですけどもね。まあそこに行き着くかどうかっていうのは、まあ皆さん次第なわけでございますけども。はい。まあ最近はね、なかなか行き着かない人がいるらしいですけどね、知らないですけど、そんなこと。はい。まあペンギンはね、総排出口、まあよく言いますけどもね、総排出口って言って、まあ、一つしか穴ないんですよ。うんちもおしっこも精子も、全部、そこから出ます。なので、そことそこを、くっつけ合わせてやらないといけないですね。まあ、だから、擦り合わせて、それで、やらないといけないんですけども、まあ、見ての通り、皇帝ペンギン、こんな体ですよ。はい。これね、アマゾンのね、スパイカメラ、の中にもね、映像がありましたけどもね、そう。その中にもあったんだけど、まあ、こんな体型だよ。ね。で、まあ、セックスのシーンあったんですけどもね、非常にいいですよ。ペンギンの抜きどころっていうやつですけどもね。マスカス邪魔だな。そう。これ、重なるんだけど、体型がこんなんですよ。まあまあ言う、なんつったらいいかな。何に例えようかな。米俵、うん、カニクリームコロッケあるじゃん。カニクリームコロッケをさ、2つ重ねて、上にこう2段で重ねたらさ、ゴロゴロゴロって転がるじゃん。うん。それ。そういうことになる。ね。上に乗っかんないとね、できませんからね。別にいろんなプレイがあるわけじゃないので、人間みたいにね、いろんなバリエーションのセックスがあるわけじゃないので、まあ、基本的にこの体勢ですよ。ね、その体勢が非常に難しい。ね、太ってますんで、太ってて、お肉、まあ、円と円を上に重ねるって難しいじゃん。だから、よし、乗ったっつって、乗ったけど、ちょっとバランス崩して、ゴロゴロゴロっつって、転がっていくんですけどね。まあ、それが、ね、ちょっと面白いですけどね。で、まあ、まず一つ、それが大変な理由の一つだよね。理由が一つ、それ。で、あともう一つ、ここにブチギレてる、隣にブチギレてる皇帝ペンギンいますけども、これは、カップルになれなかったメスペンギンですね。うん。まあ、なんでなれないかっていうとね、基本的に皇帝ペンギンっていうのはオスの数が少ないですね。なんでかっていうと、子供を、温めてる途中で、死ぬやつがいる。てか、死ぬやつが多い。ほとんど死ぬ。
はい、あのなので基本的にまあ、オスの仕事が一番大変なんで、その期間で死ぬやつが多いのでオスの数が少ないです。なのでまあまあ、メスはオスの取り合いなんですね。はい、まあ、ペンギンになりてえっていう人はいたら、あの一回ね、あの子育て体験してみてください。皇帝ペンギンね、はい、あなたが童貞ペンギンなら皇帝ペンギンになりたいかもしれないけども、ただし命がけです。はい、さあ、ということで、まあ妨害じゃないですね、まあ、言っちゃいましたけどね、怒ってるんですね、カップルになりやがってと。まあ、メスペンギンからしてみればね、あのオスペンギン全員年収3億円の福山雅治みたいなもんですからね。あ、そんなやつとね、こうやってセックスしてるのを間近で見なきゃいけないわけです。これ腹立ちますよね。うん、別に個室があるわけでもねえし、別にね、あのカップルの部屋があるわけではないですからね。うん、だから腹立つじゃん。どうするかっつったら、このブチ切れた皇帝ペンギン、ドドドドドッつって近づいてって、ドスンつってタックル食らわせるんですね。あのこうやってせっかく重なって、よし今からセックスだっていう時に、あのドーンってぶつけて、タックル食らわせて、あのゴロ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 って転がしてるんですよ。その映像あります。はい、BBC が撮ってきた、スパイカメラの、やつですけどね、 Amazon プライム、30日間無料の人、まだやってない人は、見て、30日後に解約してください。30日経つ前に解約してください。そういう感じの映像がありますね。まあそれだけじゃないんですけどもね、あの衝撃的な映像、コメントにありますよ、これで事態は行き詰まりましたのやつ。そうですね、僕がね、あの皇帝ペンギンのね、ヒナを助けに行くんですけどね、あの絵すごいよね。あの絵さ、びっくり してるよね。 BBC のカメラマンがさ、なんか動き見てたらわかるんだけどさ、引き絵で、ね、カモメと盗賊カモメと、ヒナの集団の絵があって、それ引き絵で撮ってたら、アデリーペンギンがあの外から入ってくる、フレームインしてくるね。でカメラマン焦ってんだろうね、うわアデリペンギン来たっつって。で、その後に寄りの絵、あのヒナの寄りの絵を撮ってて、そこにまたあのアデリーペンギンがフレームインしてきて、うわアデリーペンギンヒナ守り始めたっつって、もう急いで、あの引きの絵に、あのカモメとヒナとアデリーペンギンの引きの絵に戻すんだよね。うん、めちゃくちゃ焦ってるよあれ。見てみて、ちょっとそういうとこ注目してなかった人はね。まあ、BBC の人もやっぱカメラ上手なんですけどね。引いて、僕は多分あの時に引いて画角直さないといけないけど、パッて引いてね、やった時にもうそのままだ画角合ってますからね、やっぱカメラマンって BBC の人はすごいなと思いますね。はい、ということで、さあ、R18 タグから来ましたの人が来る。まあ別に R18 かな、まあ僕ペンギンにとっては R18 なんだけどね。はい、そう、ね、そうスケート登場、アデリーのね、あれね、ぜひともアデリーね、可愛いから見てください。はい、皇帝ペンギン、もう皇帝ペンギンのヒナも可愛いよ、ね、あのただし、あのアデリーペンギンの次に可愛いです。はい、まあその辺皆様ね、ご了承ください、お見せ置きを。はい、ということで、まあいろいろコメントが、来ておりますけどもね。はい、ありがとうございます。じゃあマウスどこだい、マウスこれかな。ああ、ミムさんが作ったシステムだったらこんなことしなくていいのにな。さーてと、これね。さあ、ほいじゃあ。ああ、エンペラーと一緒ね、読みたいんだけど、まだ読んでないんだよね。ぜひとも今度ね、読みに行きましょう。読みに行きましょうじゃないや。ちょっと。アマゾンじゃない、アマゾンで物買わない、ヨドバシカメラで買う。はい、ね、違う、動物の友達のタグどっちだ、これだっけ、あ、こっちだね。はいはいはい、ということで写真紹介いきましょうね。今宵の写真紹介、まあ皆さんからいろいろ送ってきてもらっておりますよ。さてと、さてと、どこからだっけ、
あ、そうそう、町田レオさんからね、写真送ってもらいましたね、動物の友達タグ。シャープ動物の友達で、ツイッターつぶやいていただくとね、こうやって動画紹介します。あった！これね、ごめんなさい、紹介の許可取ってなかったけどね、革手袋取ってきてくれましたね。やったね。はい。せっかくね、R18 のタグがついてるから別にいいんじゃねえかな、つって。写しますよ。革手袋！ね。革手袋！ね、どっからどう見ても革手袋だよ。うん。ね、僕もね、僕じゃないよ。あいつもね、溶接の仕事でね、よく革手袋ね、こういうのつけてますけどね。はい。どっからどう見ても革手袋だね。はい。怖い。さ、規制されるんじゃねえかと。はい。井の頭自然公園ね、言ってくださった方もいますね。これ、黒面ヘラサギですね。かわいいっすね。僕の好きな黒面ヘラサギですけどもね。本当に靴べらみたいな、顔してるんですよ。ね、超面白い顔ですよ。あとは、そう、町田亮さんの写真ね、許可いただきました。これは神戸動物王国の、ね、ペリカンフライトですね。正面から撮ってくださったみたいですけども。はい。いいんだよね。僕、正面から撮れなかったんだよね。こういう、向こう側、奥の方にちょっとね、ペリカン見えますけど、向こうからぐわーって飛んできて、ここで着水すわーってね、するんですよね。迫力ありますよ。で、あとなんかあったな。うまいんだよな。こうやって写真を撮るのがうまい人ってさ。なんでだろう。あと、こちらは、秋楓さんね。うん。エランドとミーアキャットですね、これは。ミーアだまりですね。これはね、寒い時にミーアキャット。ミーアキャットってね、寒いとこ苦手なんですよね。もともとあんまり、そんな寒いところにいる動物じゃないので。なので、こうやってミーアキャットのたまり、ミーア団子を作るんですけどもね。あー、いいですよ、これは。でももう時期的に、ミーア団子の時期も終わりなので、おそらく来年ですかね。まだまだちょっと東北の方だと見れるかもしれないけども、また来年でしょうな。さあ、ということで。そうだ、KC さんからこれ許可取ったっけな、忘れたな、ごめん。ちょっと、紹介させてください。これシンガポールの動物園ですね。めちゃくちゃ広いんですよ、シンガポールの動物園、マナティだったかな、うん、マナティと、オオカワウソですね。はい、オオカワウソちゃん、カワウソの中で多分一番怖いカワウソでしょうね。あのね、オオカワウソ、ジャガーとかとね、どちらかっつうとね、獣フレンズではコツメカワウソとジャガーがね、一緒にいましたけどもね、ジャガーの住んでる地域にいるカワウソっていうのは、オオカワウソなんですよね。オオカワウソ。うん。ジャガーですら怖がるオオカワウソです。うん。鳴き声すごいんだよ。鳴き声がね、なんかね、女性の叫び声みたいな鳴き声するのね。キャーっつって。で、現地の人からは、人が死んだら、オオカワウソになるって信じられてたっていうね、そういう動物なんですけどもね。はい。アクアワールドに行ってきたペーンってね、いろいろありますけどもね、そう。エトピリカもいるんですね。すごい。ちょっとこれ許可を取り忘れたんで、どうしようかな。どうしていいのかな。うん。で、これ望遠レンズ、つけると盗撮っぽくなる。これスマホのやつなのかな、スマホのレンズの望遠のやつなのかな。もういいよね、ちょっとなんかいやらしいよねこれね。ちょっとおすすめだよね、多分これ縦の写真だからスマホだと思うんですけども。はい。で、秋楓さんからね、これはズーラシアですね。ズーラシアにはなんだっけ、テーマ、肉食動物と草食動物を一緒に展示してるっていうね、展示のやり方があるらしいですね。すごいよね。シマウマとチーターですね。まあこれ食われちゃうんじゃないのって心配になりますけど、基本的にチーターって自分より大きい動物を食べませんから大丈夫だと思うんですけどもね。ただし飼育員さん付きじゃないとやってないらしいです。なんか不思議な光景だよね。日本でこういう光景が見れるっていうのはなかなか不思議ですよね。
まあ、気分によって噛みついちゃったりするかもしれないから、それはね、そこの動物園の問題ですからね。ちゃんと対応はしてると思いますんで、まあ、ご心配なく。はい。肉き水虫さんから、いただいております。これは、上野動物園ですね。いいっすね、プレリーさんね。プレリーさんが、ペターンってなってますけども。かわいいっすね。ちょっとね、もうそろそろね、春過ぎになってくると暑くなってくるんでね、動物もバテ気味になっちゃうかもしれませんけどもね。まあ、逆に言うとね、夏に強い動物っていうのもいますからね。あと、涼しい場所にいる動物。うん。まあ、水族館なんかもいいかもしれないですね。こう。これもこれケープさんかな、ケープペンギンかな。ケープペンギンもね、日に当たってて気持ちよさそうですね。もともと暑い地域にいるケープペンギンなんで、そんなに夏だろうが、冬だろう。冬の方がどちらかっていうと動かないのかな。うん。まあ、夏とかね、今時期なんかすごくいいですよ。ケープさんなんかね。時期によってね、この動物を見ようとか、この動物の特性を見てみようっていうのは結構、ありますんで、そういうのを見ながら、ぜひとも。はい、見ててくださいな、動物園。さあ、そう、上野にね、ホッサいるんだよね、ホッサ。マダガスカル地方のトラブルメーカーね。唯一の肉食獣ですからね、マダガスカルの方でと。で、こいつが頂点なんでね、マダガスカルに住んでる人たちからすっごい意味嫌われてるらしいですけどもね、まあ面白いですけどね。いいなぁ、動物行きたいわ。動物園行きたいわ。はい、F モンさんから来ましたね。はい、これは天王寺動物園ですね。いいですね。僕も12月ぐらいに行きましたけどね、去年の。うん、桜が満開だったんですね。よかった、いいよな。この時期にね、行きたかったね。通天閣と桜。そして馬、何馬だっけ、なんか違う馬なんだよ。なんとか馬なんじゃなかったっけ、これ。で、キングさんね、関門期ですね。毛が変わってますね。冬の毛から夏の毛に変わる、その時期ですね。まあ、これが、春の風物詩のような、感じで。あと、そうそうそう。狼、森林狼だっけ、何狼だったか忘れましたけど、展示があるんで。で、しかも遠吠えをしてたらしいですね。羨ましいな。そういうの見れなかった。で、なんかね、動物の友達タグさっき見つけたんだけどさ。ヒラムシの生態、ヒラムシの動画でヒラムシの話してて、それで漫画を描こうと思ったっていう人が、漫画描いてますんで、後でちょっとリツイートしておきますね。はい。なんかね、漫画家さん、2、3人ぐらい描こうっつって言ってましたね。はい。ぜひとも描いてください。はい。漫画出たら買いますんでね。よろしく。まあ、間違いなく一部は売れます。僕が買います。はい。さて、ってことで、もしかしたらまだなんか出てるのが。あ、なんか新しいの来てんじゃん。はい。あ、黒猫さんから来てますね。はい。10月頃に花鳥園に行ってきた。お、掛川花鳥園ですね。これ紹介していいのか、まあいいや。多分黒猫さんだから許してくれるでしょ。ね、ハシビロコウ。はい、ここのハシビロコウさんね、餌食うのがめちゃくちゃ下手くそなんですね。一回バクって食べても、ウェーつって、おえどりみたいに出しちゃうっていう、ハシビロさんなんですけどね。はい。で、ヘビクイワシさんですね。これヘビクイワシのキック。うん、キックちゃん。ヘビクイワシってね、ヘビをね、蹴り殺して、それから食べるんですけどもね。うん。まあ、ヘビクイワシのね、そういう生態を見れるのは、おそらく掛川花鳥園とか、その辺しか見れないですからね。いいですよね。貴重ですよね。トキですね。トキ。地味に出てましたね。何トキだっけ？少女トキだっけ？なんか上から見えたんですけど。あ、この子たちは、飛び回ってるあれですね。黄金メキシコインコイですね。かわいいなぁ。いいなぁ。掛川花鳥園行きたいなぁ。さて、ということで、今日の生放送何の話をしようとしてたんだっけ。あ、もう30分も喋ってんじゃん。もうどうしよう。はい、写真紹介終わったんですよね。さあ、何の話をしてたっけ。よいしょ。
よいしょ、米火をちょっとつけましょう、ぼんぼりに。さて、トキです。トキ、それは、奥義で葬ろうと してるのはトキです。はい、ということで、ね、世界猫歩きの話もしようかな、うん、あのね、前回の放送で世界猫歩き、の映画見ましょう、劇場版見ましょうという話ですね。まあ、ちょっと話しましょうか。あの、もともと見てたんですけどね。そう、劇場版はあれですね、青森の、岩合さん青森県に行ってね、リンゴ農園の猫たちを撮ってましたね。で、まあね、子猫5匹ぐらいいてね、まあ、その成長を描くっていうか撮ってるっていうやつなんですけどね、途中でさ、白い猫いなくなっちゃったんだよね。僕気づいたんだけどね。あれと思って。で、なんかよくよく調べてみたら、あの白い子猫ちゃんは、途中でなんか死んじゃったらしいんだよね。まあでも本当にそうなんだよ。そう、まあ、岩合さんとかね、劇場版とかでそういうとこ描かないけども、でも結局やっぱそういうとこなんだよね。野生の野良猫って。うん。僕らに一番近い野生って多分野良猫だから。まあ可愛いだけじゃないんですよ。やっぱ彼らも生きてるし、死ぬし。ね。なんで死んじゃったかわかんないですけどもね。なんで死んじゃったかわかんないけど、まあ子猫ってさ、カラスによく食べられるんですよね。うん。だから親猫もあの、この子供がどっか行かないようにちゃんと見張ってるし、ね、そういうところもあるんですけどもね、まあさすがにそこは取れませんし、あの、伝えたところで大変なことになるのでね。うん、まあでもそういうとこなんだよね、生きるって。映画版、あとそうだね、岩合さんの世界猫歩き、ま、僕映画版だけじゃなくて他の作品も好きなんだけどもね。あとそう、撮影の話をしようか。撮影秘話で言うと、どこだっけな、ニューヨークだっけな、どっかのアメリカかな、どっかのピザ屋さんで、ピザ屋に来る猫を撮ろうっつってね、企画やってたんですけど、3日間来なかったらしいんだよね、ピザ屋に猫が。で、ロケが、9日間あって、3日間、その猫を待つのに使ったらしいんだよね。で、岩合さん別に、まあ、猫だし、気まぐれだし、いっか、つって。ね、じっと待機してて、ふって後ろ向いたら、NHK のプロデューサーが、真っ青な顔してね、岩合さん、30分の番組なんですけど、大丈夫なんですかね、つって。泣きそうな顔して、言ってたらしいですけどね。うん。まあ、猫って気まぐれですからね。そうだからまあ仕方がないじゃないですけどね。ただまあ今さっきの話の中でね、ありましたけどもね、まあ青森のリンゴ農園とかもそうだしね、あの町のピザ屋さんでに通い詰めてる猫とかもそうだけど、まあ猫って何がいいかっていうと、生活の中に溶け込んでるところがいいんですよね。一緒ですよね。多分お城の中のお城にある桜とか、それを見る人みたいなね、そんなのと一緒ですよね。猫ってなんか生活の中に溶け込んでるからいいなっていう、それが一番の僕猫の魅力だなとは思いますけどもね。何を言おうとしてたんだっけ。そうで、なんかの話をしようとしたけど、そっから何かの話につなげようとしたけど、今僕の脳みそでポカンと今穴が開いちゃって忘れちゃった。なんだ、思い出せ。おい、アデリー思い出せ。ペンギン。ちょっと一服しようか。さあ。てか、ね、おそらく皆さんの周りにも野良猫はどっかいると思いますけどもね。僕はよく、通勤中とかに猫何匹見つけられるかなーつって、こうやってくるくる、猫のいそうなところを見回しながらね、歩いてて横断歩道で惹かれかけてるんですけどね、猫の代わりに。はい。そうだね。あと、通勤途中で言うと猫じゃなくてさ、駅前にめちゃくちゃでけえスズメがいるんだよ。うわ、この、そう、駅のね、駐輪所にね、めっちゃでけえスズメがいんの。このスズメでけえな、つって。で、なんででかいのかなってさ、会社行くのを5分ぐらいやめてさ、じーっと観察してたら、タクシーの運転手のおじちゃんがさ、朝ごはんのパンなんだろうね。それを、そのスズメにやってんだよね。
で、まあそのでっけえスズメがさ、そのパンを取るのがめちゃくちゃうまいの。ああ、だから太ったんだと思って、うん、そう、たまにね、でっかいスズメっているんですよね。そう、あの、なんだっけな、アッテンボロー鳥の世界でスズメの階級社会、あれってどうなんだろうね、日本のスズメもそうなのかな。胸元にさ、スズメって黒い模様があるじゃん、あれのお、ちっちゃいやつとか大きいやつとかってあるけど、あれでスズメの中では階級社会があるらしいですね。うん、胸元の黒い点がちっちゃいやつは階級が下で、胸元の黒い点が大きいスズメは階級が上らしいですね。だから例えば砂浴びをしてる時とかも、あのちっちゃい胸元の点がちっちゃいスズメ同士が喧嘩してたら、そこにあの大きいスズメ、胸元の黒点が大きいスズメが近づいてきたらスッて譲るらしいですね。あれはどうなんだろう、日本のスズメもそうなのかな、ちょっとその辺気になりますよね。はい、ちょっと分かんないので調べてください。はい、ということは、そうそうそう、まあ基本的に餌もらってる動物っていうのは太ってますね。はい、さあ、まあ、ペンギンもそうではないかな。ペンギン、特にアベリーなんかはね、いろんな人に、いろんな動物に喧嘩売りますけどもね。ああ、そう、スパイカメラで言うとね、フンボルトペンギンの話もしたいけど、これはまた次回にしましょうね。さあ、よいしょ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 、今日何の話をしようとしてたんだっけ。うん、猫歩きの話、世界猫歩きの話もしましたね。はい、何の話をしようかっていうのね、あの世界猫歩きの話思い出したら後でわーってなるんだろうね、くそ。はい、あ、そうそう、ヒゲじい対策本部ね、写真変えないと、ヒゲ対、絵描いてくださった耳鏡の、耳鏡その方、ありがとうございます。はい。BGM も変えましょうね。今度さ、マンドリルなんですよ。さあ、まあ、まあ、この企画なんだっつうとね、初めて聞く人にはわからないかもしれませんけどもね、ヒゲじい、ダーウィンが来たのヒゲじいいますね。はい。あのじじい。ね、前回の放送大変だったですけどね。まあ概要と説明しましょう。はい、ヒゲじいが、日曜日ダーウィンが来たの放送の時に言うであろうギャグを先に予想して、こいつを倒すっていうね。はい、 BGM 探してきたんだよね。あのシンゴジラのさ、デン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 ダンダンのやつさ、使いたいんだけど使えないよね、絶対怒られるから。なんか近いやつを探してきました。はい、で、前回すごかったくない？ね、前回、ウミネコだったんだよね。うん、ウミネコがさ、株島っていう、あれどこだっけ？新潟だっけ？青森だっけ？の島で、まあ、神様として、ね、すごい大事にされてるってことね。あの、お祭りとかでもさ、そのウミネコの形の人形みたいなのを、あの、みこしの上に乗っけてさ、あの、ウェーイつってやるんだけど、あれからあの写真があったんで、僕はあのおそらく信じて使われるなんて信じられないみたいなギャグを言うと予想して山張ってわーってね構えてたんですけどね、ひどかったでしょ前回の。なんつったと思う、ヒゲじ、ウミネコだよ、ウミネコ。なんつっただっけ。ウミネコ、カブジミャ、大好きだミャーみたいなこと言い始めて。そう。餌ももらえて、キツネからも守られて、カブジミャ、大好きだミャーって。ギャグじゃねえんだよ。ダジャレじゃない。ひどくない？予想できるわけねえんだこと。完全敗北ですよ。一発だったからね。前回のマヌルネコの時3発撃ってきて、そのうち1発は対処できたんだけどね、まさか3発撃ってくるとは思わなかったからさ、今回マンドリルですよ。うん、どうしようかな本当に。で今回、そう、今回はあれです、マンドリルです。
マンドリル。難しくない？ね。マンドリル。マンドリルでギャグってできないでしょ。で、まぁ、一個思いついたのが、マンドリルがなんか怒ってる映像がもしあったとしたら、ね、マンドリルが、不マンドリルっつってね。そういうこと言うかもしれないから、まずとりあえず言っておくよ。別に言ったことは後悔しないよ、僕はね。はい。そう。ドリル使ってくるのかな？マンドリル。マンドリル。猿。猿でダジャレするかな？あのね、マンドリルの特性で言うと、顔だと思うんですよね、一番。マンドリルの顔は、確か、仲間を認識するため、暗い、ジャングルの密林の中でも仲間をちゃんと認識できるようにするために、っていう説が、ある、有力らしいですけど、どうなんでしょうね。ダーウィンが来た。ちょっと調べよう。ダーウィンが来た。これ。マンドリルやっぱ歌舞伎とかそういうあれになるのかな。マンドリルの派手顔は歌舞伎の熊取りのよう。ね。歌舞伎俳優が出るらしいから。なんか歌舞伎にかぶせてくる可能性もあるよね。うん。あとサラメシのパクリの番組のコーナーは続くのか、これからも。ね、マンドリル。こんな感じですよね。超カラフル顔マンドリルって書いてますからね。多分ね、顔の話をするんじゃないかなと思うんだよね。歌舞伎と猿ってなんか、あ、市川猿之助、猿之助で、あ、それはねえな。ちょっとコメント見ていこうかな。さすがに名前ネタで来るかな。マンドリルでも難しいよ。で、不満ドリルの不満っていう言葉さ、多分子供わかんないじゃん。だからそう、案外レベル低いっていうのは線としてあるんですよ。低くないと子供ガキンチョわかんないから。ほら、ガキンチョって頭悪いじゃん。だからさ、多分ガキンチョレベルに合わせてるんですよね。マヌルネコちょっとあれ、マヌルネコの時もちょっとね、レベル低かったです。僕の方がレベル高かったですからね、ギャグのレベルとしては。なんで、まあ、頭の悪いガキンチョにギャグのレベルを合わせてくるっていうことも考慮しながら考えないといけないですね。うん。あ、いいの来たか。うん。あ、いいですね。自慢ドリル。あ、派手な顔をみんなに自慢ドリル。あ、それ来るかもよ。自慢ドリルありそうだね。道理でなんとかる。そっかそっか。マンドリル。初見です、いらっしゃい。はい。明日、7時半に放送する、NHK、私が倒そうとしてる NHK のね、ダーウィンが来たっていう企画に出てくる、ヒゲジーをやっつけるための、ギャグを、倒すためにギャグを予想するっていうコーナーです。はい。さあ。はい。そっか。我慢ドリル。我慢ドリル。来るかな？我慢ドリル。どっちだろうね。我慢ドリル来るかもしんないし、顔が派手で、顔、歌舞伎ネタも来るかもしんない。熊取り。あー。そう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 。我慢ドリルだろう。多分、一応我慢ドリル。我慢ドリル。我慢ドリルの線でいこうか。まあ、おそらくね、放送中僕もシャープつけて、つぶやいてると思うので、はい。もしね、放送終わった後とかでもね、これじゃねえかなってなりましたら、シャープ、ヒゲジー対策本部で、つぶやいてください。はい。すまんドリル。あ、すまんドリル、まん。なんとかまん。マンドリル。なんとかまん、だよね。あ、どうも、そう、どうも。はい。とりあえず、我慢ドリルの線でいきましょうか。なんかいいのが来たな。我慢ドリル、自慢ドリル。スーパーマンズ、飛ぶ。
でもスーパーマンという単語をね NHK が使えないと思うんですよ。あ、商品名とかはね絶対ダメなんで、特定の企業とかね、そういうの確かダメだと思うんで、あ、お腹が空いても我慢ドリルは、肥満ドリルもあるわ。それはあー結構あるな。なんとかマンドリルはあるな、うん、なんかだんだん悲しくなってきた。そう、ヒゲジーと同レベル当てられるってことは、ヒゲジーと同レベル。まあでも逆に言うと、あの NHK とも同レベルだってことになりますからね。まあ、あの N、これをね、ちゃんとみんなで予想できるようになれば、我々は、まあ、ちっちゃな VTuber ですよ。どっかでは、あんまり知られてない VTuber みたいな感じで、ね、あの記事で書かれてましたけどね。うるせえんだよ、だから。ね、こんなちっちゃな VTuber もね、NHK と同じぐらいの力があるんだぞ、つってね。受信料かっぱらってる NHK にね、見せつけてやれますからね。はい。いいんですよ。そう。で、どうせまたあの放送を見たらつまんねえギャグを言うんだよ。もう、やだな。怖い。それが怖い。ね。本当に。さあ BGM 戻しましょう。あんまりやってるとパクリでね、安野さんにビームで撃ち殺されそうで、これ怖いんでやめときましょう。さあ、ってことで、猿とまあ我慢ドリル、あー猿、どこかで猿、あでもね、猿か、猿はね、いろいろあるからな。猿プラスマンドリルで来るかもしれないな。あ、素材が見えてる。まあいいや。よいしょっと。よいしょ。さあ、ということで、ところで、そういえば、所さん大変です。見ました。今日の24時30分にあります。はい。ネタバレなしで、お願い。見ない。コメント見ないでしょ。さあ。ということで、何の話をしようとしてたんだっけ。今日はなんかいろいろ話そうとしてたことあったの、時間が間に合うかどうかだよね。うん、ヒゲジー対策本部と、うん、あ、そう、旅に出ますって話ですよね。うん、旅に出ます。遠い世界に旅に出ようかですよ。はい。あのね、もう撮影旅行にちょっと行こうと、もう心と体がしんどいので、撮影旅行に行きます。はい。まあ、行き先は長崎ですよ。はい。長崎バイオパークと長崎ペンギン水族館にね、行こうと思ってますけどね。はい。で、行く時期は言いません。皆さんのうちの誰かと鉢合わせると怖いので、はい。怖いし、皆さんが怖がると思うので、行く時期は言いません。ね。なんでホテルとかもさ、直前に取った方がいいのか、予約しといた方がいいのか、つってね、まあ、どっかね、おすすめのホテルがね、あれば皆さん教えてくださいね、長崎の人。はい。で、あれだね、行く寸前になって、あれなんですけど、どこだっけ、兵庫県でさ、鳥インフルエンザで、カラスが100匹死んだんですよ。カラスとアデリーってちょっと似てんじゃん、顔が。うん。ペンギンもまあ例外じゃないですよ、あいつらも僕らも鳥類なんで。なので、もしかするとさ、ペンギン水族館展示が、外の展示なくなる可能性があるじゃないですか。どうしようと思ってさ。だからまあ最悪の場合、長崎バイオパーク2日連続っていう、そういうコースもありかななんてね、思っちゃったりしますけどもね。はい。ということでね、うん。そうなんだよね。鳥インフルで展示がなくなるかどうかはちょっとね、怖いんで、まあ、明日か、まあ、近いうちに電話で聞こうかなと思って、メールしたんですけど、全然反応がないんで、ペンギン水族館さん。なんで、まあ、ペンギン展示大丈夫ですかみたいな感じで、ちょっと聞いとかないとダメだなって思いますね。うん。そう。何泊？まあ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 、一泊ですね。うん、一泊。多分ね、丸一日僕撮影をしてるのでね、外に遊びに行ったり、ご飯食べに行く時間なんかないと思いますけども。はい。っていうことで、まあ、それだけなんだよ。その報告だけ。はい。
まあ、長崎バイオパークで何を撮りたいかというと、僕はアライグマですね。あそこね、おそらく日本で一番アライグマを展示数が多いんじゃないかな。確かそうだったと思うんだよね。で、アライグマにね、伊東津の森公園もそうなんだけど、アライグマに餌あげられるんですね。餌。で、めちゃくちゃアライグマ多いから、餌ほいって持ってきたら、バイオハザードのゾンビみたいに、うわーっつって、ガラスに張り付いてくる。あれを撮りたい。どっかニコニコ動画にね、動画があるの。僕撮ろうって思う理由、よくニコニコ動画でね、いろんな人の動画あさってるんですよ、動物園の動画。で、長崎バイオパークのアライグマの動画、ね、探したらあると思うんで、ぜひちょっと参考に見てください。めっちゃ面白いですよ、あれ。ね、長崎バイオハザードっつってね。さあ、ということでね、そう、そんな話ですよ。まあまあまあ、また続報、そのうち、言います。まあ、いつかは言いません。いつか行きます。ゴールデンウィーク前に行きます。だいぶ特定しちゃったから。はい。うん、まあ、50分だな、あと10分、何の話をしようか。あ、そうそうそう、猫歩きの話、さっき思い出したわ。そう、自然に溶け込んでる猫っていうのが一番やっぱ面白いし、可愛いよね、っていう話なんですよね。で、まあ、岩合さん、撮影してて、まあ、いろんな、ところに、取材、ここ面白いよ、っていうのをね、入るんで、それを元に行くらしいんですけど、サーフィンをする猫。ハワイかな?ハワイごどっこにね、サーフィンをする猫っていう、やつがあって、いいやつがいて、じゃあ取りに行こう、つって、行って、ここの猫サーフィンするって聞いたんだけど、ってサーファーの飼い主の、お兄ちゃんに聞いたら、おー、するするするめっちゃするよっつって。で、どういう絵になったかっていうと、もう猫めっちゃ嫌そうな顔してるね。で、猫めっちゃ嫌そうな顔してるのに、無理やりこう抱きかかえて、サーフボードの上に乗っけて、で、サーフ、一緒にわーっつって、サーフボードで泳ぐっていう、そういう絵なんだけど、ただ、それ撮ってて、よりの絵見てみたら、もう猫がめちゃくちゃ嫌そうな顔して、瞳孔開いて、うわーみたいな顔してるらしいんだね。もうそれは違うと。そういう絵じゃないっていうね。うん。猫って結局やっぱ好き放題やってる、自分のなんか好きに行動してる姿っていうのに魅力を感じるのであって、なんか人間になんか何かをさせられてるっていうのは、ね、やっぱ違うんですよね。うん。だからまあやっぱ自然の中に溶け込んでる猫の姿ってすごい魅力的だよねっていう話を。前伊集院さんのね、伊集院とラジオとっていうラジオ番組で言ってましたけどもね、はい、まあそんなもんだよね、うん。そう、サーフィンをさせる人間なんですよね。そう、サーフィンをする猫じゃなくてサーフィンをする、させる人間なんですよ。逆に言うとね、もう一匹犬がいたらしいんだけど、犬の方はめっちゃ喜んでサーフィンやってたらしいんだよ。やっぱなんだろうね、犬と猫の違いですよね。犬って人間がやることは楽しいから一緒にやろうみたいな感じで、猫って、まあ、人間は人間、俺らは俺らみたいな感じでね、うん、そうやって住み分けをしてるのが猫だと思いますんでね。そういう、まあ僕もね、すごい面白いところだなと思いますね。犬も好きですからね。はい。ああ、そうですね。犬なんかもね、犬の特性っていうか、特徴によってはね、寒さに弱かったりとかしますからね。それは、一概に動物がかわいそうだっていう感じにはならないと思いますね。うん。ほら、毛の短い犬もいれば、毛の長い犬もいますからね。うん。まあ、いろんな犬もいますよ。はい。なんだっけ、この間、質問箱でさ、柴犬から、質問が来てましたけどさ、あれクマだよね。多分仮面凸先生の書いてるクマだよね。子グマだよね。文章的になんかそんな感じがした。うん。まあそう、犬なんかね、いろいろ特性があります。例えばパグ犬なんかさ、お目目が結構出っ張ってるじゃないですか。なんで草むらなんか連れて行っちゃうとね、結構危ないですよね。草むらという、まあ、ちょっと身長の高い草の中なんかね、行っちゃうと目傷つけちゃったりするから、あんまりパグ犬なんかはね、草むらの中歩かせない方がいいって言いますね。そうそうそう。銀のお金こんなにくれるんですかね。
結構だ、仮面ごと先生の、あのね、僕あのいろんな、割とね、動物の絵描く人の、イラストを描く人とかのね、やつは結構見てるんですよ。仮面ごと先生めちゃくちゃ有名じゃないかな。だって、こぐまのケーキ屋さんって何万リツイートな、十数万リツイートいかなかったねえ。多分みんな知ってんじゃないかな。ツイッター見てる人だか、そっか。ね、あとは、まあ、ブログにも書きましたけどね。おすすめなのは、まあ、皆さんね、いろいろあの、おすすめの動物漫画家さんなんかね、いると思いますけどね。あの、頭元さんのあの、キツネとタヌキなんかね、いいかもしれないし。あれは確か MMD がありましたね、キツネとタヌキ。あれ超可愛いよね。あと、ね、あの、ブログにも書きましたけど、猫の日書いてる、旧来先生とかね。うん。僕大好きなんですけどもね。そう。ハムケンもいいですね。ハムスターの研究レポートね、あの僕小学生の頃に図書室にあったんで、ずっと見てましたね。ね、ペンギンの小学生ってなんだよって話ですけど。コーペンちゃん知ってますね。コーペンちゃんは、僕と逆のこと言うペンギンですね。はい。多分石とかもね、投げつけたりしないと思いますよ。あと、コーペンちゃんに出てくるアディリーさんは優しいです。はい。僕は逆です。ね、料理とかも作りません。コーペンちゃんの周りに出てくるアデリーさんはあだ名よくつけますけど、だいたい愛がありますよね、うん、僕は特にそんな愛とかないんで、人にあだ名をつけるだけ、ね、ドワンゴの川上信夫さんのあだ名は怒られんぼね、はい、そうそう、 あれの極楽浄土ね、 MMD が出たと後にすぐ出たもんね。はい、今来た、終わります。はい、そろそろ終わります。はい、でもこの後ちょっとあれでニコキャスで遊ぶかな、わかんない、ちょっと疲れてるからね、今日は終わるかもしれない。ニコキャスで遊ぼうとしたら遊ぶかもしれない。はい、はい、またニコ生してくれる。あのね、ニコキャス、そう、この間遊んでたニコキャスさ、あれなんだよ、あのアバターを入れられるらしいから、もしかするとアテリーさんはあの空間入れるかもしれないね。でね、いろんなゲストさんも来れますからね。一人で喋ってるのなかなか辛いんですよ、ね、1時間経ったままだしね。あの水を飲む機会もなかなかないですし、あのまあでもニコキャスすごくいいんですよ。うん、まあ、これからあれだね、あのいろんな人が突撃してきたりするから、そういう人たちをどうやって裁けるかというとね、あれがよくないね、ね、その突撃してきた人とどうやって楽しめるかっていうね、そういうなんか技術が求められると思うので、はい、おそらくそうなったら私には向いてません。独り言はね、僕あの永遠に喋れるんだけど、会話はなかなか難しいからね。まあでもまあまあある程度はできますよね。向こうだとね、カメラありますからね、ビデオカメラがね、昨日ハメ撮りカメラ1号っつってね、名前つけましたけどもね。いいんですよ、まああんな ENG カメラでハメ撮りしませんけどね。最近あの動画でさ、スマホで撮った系の、もう手ぶれしまくってる系のハメ撮りの動画ね、ありますけどね、あれちょっといいですね、すごくいいです。あっちの方が僕好きですね。あとね、最近のね、作品で言うと、あれ好きです。ゲスの極み映像シリーズ、ゲスの極みレーベルっていうね、そういう人間がね、いかにそのセックスまで、流れを持ち込んでいくかっていう過程をね、ちゃんと書いてる、まあ、人間の生態を書いたね、ビデオがある、シリーズがあるんですけど、あれ大好きですね。特に人妻系が好きですね。はい、さあ、アデリーでさ、あのカメラ持ちたいの。僕さ、カメラをさ、つけたかった。ミミさんのあの設定作った、あの環境、僕の憧れの環境だったんで、それをタダで提供し始めたっていうのはすごい衝撃なんですよね。うん、10万までね、出す予定でしたよ。あのシステムに僕は。そう。ゲスの極み、でもさ、あのゲスの極み乙女が出る前から、ゲスの極み乙女のね、キノコ頭の人がやらかす前からね、あのシリーズありましたからね、別にパクリじゃないですよ。あれがどちらかというと元祖みたいなもんですからね、うん、はい、バイプロ買うん、金がないと思う。
お金がない、ないでございます。カメラ買うか、バイプロ買うかで言ったらカメラ買うもんね。だって別にバイブプロ買ったって、そうだな、画質がちょっと上がるぐらいでしょ。それよかね、トラッカーが欲しい。トラッカー、バイブトラッカーを腰と足にくっつけて、で、歩き回りたいよね。限界だから、歩き回るっすよ。この辺が限界だから。もうここ壁なのよ。壁わかるでしょ、もう何。これ以上進めないから。よいしょ。部屋の狭さがわかるんですよ、これで。よいしょ。もうちょっと移動するとさ、どこ自分がどこにいるか分かんなくなるんだよね。そう、はい、あ、でも壁ドンができるわけだ。あ、ちょっと遠いな。ミミさんのシステムができるといろんなね視点が変わるんで面白いと思いますよ。はい、まあまあちょっと来週ぐらいにそのアバターを入れられる方法みたいなのもね公開するよって言ったんで、まあそれはちょっと続報を待ちましょうね。はい、ということでおそらく今で1時間ぐらい経つかな。はい、和骨どうもです。遅いです。はい、もう終わります。はい、まあでもほらね、もともと僕なんかカメラね撮るのが好きですからね。そうだからカメラがあるのとてもいいんですよ。はい、カメラ撮るのとてもいいんですよ。僕の趣味なんかさ、裸の動物を撮る、無修正で撮るのが趣味なんで。なんで、とてもいいですよね。なんで、バーチャル空間上でそういうのができると非常にいいなと、前々から思ってたんでね。やっとこの時代が来たかという。あとさ、もうちょっとカメラの話しようか。バーチャル空間上のカメラすごくいい。なんでかっていうと、手ぶれがしない。空中に浮くから、空中に浮いてるから、その時点でホイってそこで固まってくれるから、三脚なんか立てなくていいんだよね。ね、昔よく三脚運びをさせられてた身としてはすっごいいいんですよ、あれ。でけえし重てえし硬えし冬は冷てえしね。そうなんですよね。まあなんでカメラを使ってね、なんかいろいろやりたいなと思いますけどもね。詳しくは、昨日のダイジェスト、アーカイブ見てください。あ、見れない人もいるかもしれないんで、まあそのうちあげるかもね。はい。まあ本当に僕が一番最初の生放送で言ってた、まな板ショーとかね、おじさん同士が、バーチャル空間上でセックスしてる絵とかね、そういう世界になってくるんだなって、思いますよね。では皆さんもね、バーチャル空間に入れる可能性ありますよ。この間じゃない、昨日ちょっとツイッターで、バーチャルキャストのツイート見てたけど、人によってはスマートフォンの設定で入ってた人もいましたからね。まあなんで結構お邪魔できるんじゃないですかね。まあ例えば物をつかむとかできないかもしれないけど、なんか一回そういう体験をね、しとくと、ぜひ、絶対面白いと思うんで。逆に言うと今後そういう放送がどんどん増えてると思いますので、皆様ぜひバーチャル空間上の、に入るために、お金を稼いでね、バイブとかね、オキュラスと、ハイスペック PC を買ってね、バーチャル空間上に行きましょうね。はい、なんかペテン師みたいだな。いいなこれな。この神アマゾネス様がお使わしくださった小石、あなたが一日一杯のコーヒーを我慢するだけで永遠の幸せが訪れる、この脇より弟子小石、298,000円、分割払いも OK、 一日一杯のコーヒーを我慢するだけであなたに永遠の幸せが訪れる、この小石、今あなたの手元にね、売りませんよ。ダメですよ、この小石。貴重だからね。はい。さあ、298,000円っていうとね、僕が欲しいカメラの値段ですけども。さあ、ということで、そろそろ時間なので終わりましょうかね。もう4分経ちないから。無駄に喋った。あー、もう、無駄に4分も喋っちゃった。私の4分返せ。はい。ということで、終わり。お疲れ様でした。バイバイ。はい、ブラウザバックはこちらです。はい。お疲れ。はい、回り右。みんな回り右。さよなら。
どれだっけ、これだっけ、これで配信停止。